さんこんにちは。プリンセスガーデン YouTube のお時間です。スタッフ紹介第4弾、今回は私たちの番です。イエーイ。森田葵です。ドレスパートナーとしてお客様に衣装をご提案しております。小物を含めたトータルコーディネートが得意です。横須賀市です。観音崎の海が綺麗です。心霊スポットもあるので皆さんも行ってみてください。ドレスの知識を今よりももっと身につけて森田さんに任せたいと言ってもらえるパートナーを目指したいです。ドレスはもちろんアクセサリーも含めトータルコーディネートお任せください。プリンセスガーデン横浜で待ってます。アルセマイです。ドレスパートナーとしてお客様にお衣装をご提案しております。7階のロイヤルプリンセスのフロアを担当しております。私は日本のデザイナーさんのカンタベッラというブランドが大好きです。神奈川県茅ヶ崎市です。最近美味しいご飯屋さんがたくさんできたところです。中でも駅近に食パン専門店が2店舗もできたのですごく美味しいので皆さん行ってみてください。最近ハマっていることは美味しいポップコーンを作ることです。私は塩が好きなので塩とあとちょっとバターを入れます。私の大好きなカンタベーラというブランドの衣装もたくさんございますので皆さんぜひご試着しに来てください。なんで大阪？やっぱユニバーサルスタジオジャパンがあるから行ってみたいです。行ったことないんですよ。おすすめです。京都は行ったことある？京都も行ったことある。いいな。何を京都でしたい？着物着たい。あ、いい。おしゃれ。おしゃれ。インスタ映えです。あ、映え。ほら、そういう感じか。洋画も見る。洋画何が好き？洋画え、なんだろう。なんか事件とかサスペンスとか大好き。あとハリーポッター。ハリーポッターはちょっと見たことない。え、ないの？なんかあの冒険とか怖い。え、あの怖くないから。ホラーじゃない。怖い。ホラーじゃないから全然見れる。え、でもあれ USJ 行ってるなら。あ、うん。見るでしょ。乗るけど見たことない。そこそこ。見てみます。見てみましょう。はい。海外に行く。滝行って何？え、なんか滝に打たれるやつ。あー、なんかそう。やってみたい。え、本当に？うん。でも京都とかにありそう。じゃあ行きたい。行こう。海外ってなんか洋服着て浴びるの？うん、多分なんか滝がドーンってなって痛そう。ところになんか痛そう。入ってくる。ちょっとやってみたいです、ね。やろう。やりましょう。行きます。キルフェボン。キルフェボンって何？タルト。え、知らない知らない。横浜にあるキルフェボンのタルトが美味しいんで皆さんも行ってみてください。はいはい。お財布です。お財布、どんな、何のお財布？クロエのお財布を買いました。紫のやつ。水色です。水色でした。よく違いました。はい。ぜひ私たちに会いに来てください。次回もお楽しみに。